なんか同じクラス、はい、総計アドバンスコースっていうのがあるじゃないですか、はい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 、私が教えてるコース。あ、そうなんですか。でここにね、聞いたプロフィールが出てきますけど、はいはい、身長同じですか。中学時代、はい、あの日本帰ってきてから付けられたあだ名が、はいはい、残念帰国なんですよ。その後短期留学とか何回かして、ちょっと英語をやっぱ頑張りたいなって。どこ行ったんですか、短期留学は。浪人生時代もゲームとバイトばかりをしていたそうです。まあまあ、整形症社学文文語法です。うわそうで始まりました、モチェスチャンネルです。はい、今回はですね、はい、バンカラジオのお二人です。どうも、ピーターです。ヤネスキです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。隣の晩ご飯に出てた人ですか。ヤネスキです。あれ違った、あれ水溜りボンドのスタッフ的知らないです。キイチの、キイチ結構そういうボケもするんですよ。はい、基本そういうチャンネルです。おそんなバンカラジオのお二人なんですが、活動をね、再開されて、コントチャンネルでいいんですか。そうですね、もうコントで絞ってやっていこうかなって思ってます。はい、早稲田のお二人なんですけども、はい、いろいろとネット上に情報があるんですけど、うん、合ってるのかどうかちょっと聞きたいなと思ってそんなサークルなんですよね。あ、今サークルじゃないかな。今はサークルではないと。はい、サークルってよりかはいっぱい出てくれる人。そうですね、が結構固定でいるっていう感じですかね。はい、あのバンザイする人とか。バンザイ同盟する。バンザイ同盟、はい、動画でバンザイ同盟さんに出てもらってね。はい、あれ本物ですよね。だってハッピー書いてあったから、バンザイ同盟って。そうそうそう、あの結構歴史のあるしっかりしたサークル。そういう感じだったんですね。はい、オファー出して。あ、はい、なるほど。まああとはあの九郎のおじさんと旅行にダジャレ言って叫ぶっていう。それ浜井さん人ですよね。ダジャレ言って叫ぶ。そう、ダジャレ言って叫ぶ的確ですね。そうですね、エリカさんがいてもね、うん、果たしてネット上の情報は正しいのかちょっと見ていきたいんですが、バンカラジオのお二人ですね、チャンネル開設日は2017年12月23日。多分合ってるよね。合ってる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 。なんでこの日にやろうって。あれだっけ。いや確かクリスマス系の企画をとりあえずやりたかったから、早めに解説しようみたいな感じでギリギリ滑り込みで確かやり始めた気がします。12月の終わりは。2人の出会いはもう早稲田。いや、あのもっと前、それこそ河合塾なんですよ。そうだったんですね。はい、なんか同じクラス、はい、総計アドバンスコースっていうのがあるじゃないですか、浪人、はいはい、私が教えてるコース。あ、そうなんですか。おー、本当にそこでなんか同じ教室で、はい、僕は結構友達多かったんですけど、はい、彼はクールに一人で、はい、一匹狼みたいな感じで、はい、独立してて、うんうん、早稲田のオープンキャンパス行ったら、うん、たまたま帰りのバス隣になって、はいはいはい、そういえばみたいな感じで、で一緒に早稲田入ろうねって言って、はいはいはい、でそっから仲良くなってね、一緒に勉強して入ったみたいな感じで、で一緒に YouTube やろうねみたいな。そうですね。それ早稲田入ってからですか、やろうねは。そうです、早稲田入ってから、うん、お互いになんかちょくちょくご飯行ったりしてて、はいはい、まあその時に話の流れて、うーん、一緒にやりたいねみたいになって始まった。河合塾が2人を引き寄せたと。そうなんですよ、河合塾ないと僕らいないですからね。おお、2人は2017年度に早稲田大学に入学していますと。バンカラジオとは早稲田大学にあるサークルらしいですね。なんでそんなんでですね適当なんですよね本当に。キータさんとヤネスケさんの受験経験などの動画がアップされています。サブチャンネルでは雑談動画、あ、最近はコントの作ったのも上げてますよね。一回全部消したんですよ。あ、100本ぐらいあったのかな。結構適当に出してたんですよ、はいはい、でもやっぱメインチャンネルが伸びないと見られないし、ね、俺らがただ歩いてる動画とかアップしてて決して今はメイキングとか上げてますね。メイキングですよね、はい、大学生あるあるは受験生が参考になる動画などティーンエイジャーに向けた動画が多く投稿されています。あ、これね、そう、動画撮影中に月曜から夜更かしの取材班に偶然取材され、その動画が一気にバズったようです。めっちゃバズりましたね。すごいですね。なんかびっくりした。ハロウィンの時なんかこうやってやつ。そうですね、ハロウィンで勉強したら何点上がるのかみたいな、はい、センターの倫理が。センターの倫理っていうのがすごいですね。そうですね、モラルのないところで倫理を守るっていう。倫理は普通に見ましたかね、自分自身も。あ、本当ですか。全くバンカラジオ知らないで、普通に動画として見ましたからね。3秒だけですけど別に僕なんて頭しかつってない。ヤネスケのプロフィールはかなりゲーム好きなヤネスケさん。そうでもないんです。そうでもないんですか。ゲーム好きみたいに書かれるんですけど、はい、たまたまその時浪人の時に、うん、その一つのアプリみたいなやってただけで、はいはいはい、別にそんな幅広くゲーム機とか持ってないですし、やんないんですよ、うん。浪人生時代もゲームとバイトばかりをしていたそうです。まあまあまあ、そのアプリとバイトはしましたね、はい、何やってたんですか。なんかホテルの、はい、なんかレストランの、はい、ああ、はいはいはい、
ありますね、ホテルレストランで。僕もバイトしたことあるんで。一番ダメな浪人生活。ゲームとバイト、ゲームとバイト、何しに来てんだみたいな。浪人生じゃないですよ。それできっちり早稲田大学に入学してるってすごいですね。文学部に所属しています、はい、10月時点の模試で早稲田大学 E 判定を取ってしまい、ゲームバイトもやめて、そこから勉強漬けだったようです。おお、本当ですか。まあそれは本当ですね。やばかったですね、E 判定来て。さすがにやっぱ、さすがにこれやばい。目が覚めました、ね、集中力がすごいです、ね、これ意味わかんないですね。集中力、集中力がすごいです。個人的な感想どこでその数ヶ月だから。ああ、そういうことか。ギュッとね。本名はこちら調べても出てきませんでした。なんでいちいちびっくりマークつけるんですかね。ヤスケとはフルネームの短縮系かもしれませんね。大屋根大輔さんとかでしょうか。惜しいですね。惜しい。全然惜しくないでしょ。屋根大輔です。屋根大輔。違います違います。結構僕屋根大輔が本名ってツイッターに書いてるので、はいはいはい、結構その、なるほど、企業とかの大事な案件も屋根大輔様って書くんですけど、まあ実際は違うんです。違うんですね、まあ、ジョークなんですけど、はい、本当は違いました、はい、柳助の身長はこちら調べても出てきませんでした。クイックマン、今後の動画に期待ですね。あ、なるほど。どういうことですか。発表しとけばいいですか。まあ、結構ちっちゃそうって言われるんですけど、はい、実は180cm。ない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 。入ってきてた時なかった。その時170cmぐらいですね。170ちょい、ちょっとごまかすね。森さんでかいですよね。でここにね、キータのプロフィールが出てきますけど、はいはい、身長同じですか、僕。あ、そうなんですか。森哲さんのウィキ見たら166って書いてあるんですよ。でかってます、最初。あれって書いてある。違う、177ですか。そうです、76か77です。いや、なんか結構ちっちゃいイメージあったんで、動画見てる時。言うんですよ。そう、でかみたいな。実はそんなことはないんです。でもなんか面白いから隠してます。なんかみんな会うたびに俺みたいな。あ、なるほどね。国際教養学部、はい、バスケットやヒップホップが趣味とのこと。そうですね。お、別にどこにも出してないですけど、はい、趣味でちょっと作って、お、なんか暇の時に遊んだりも、じゃあヒラさんにお金出させて、こう歌出させて、メジャーデビュー、メジャーデビューで、そんな実力ない。じゃあこれトマホークと戦ってもいける感じですか。まあ余裕ですね。多分負ける。全然もう。でも昔ずっとですよね。同じ家に住んでたんで、はい、バンカラハウスみたいな、はいはいはい、バスラの近くに2人で家借りて、ね、結構やってたよな。お酒飲んだらフリースタイルで戦った。すごいひどい、ひどクオリティのフリースタイル。フリースタイルダンジョンに出れるぐらいの実力ですか。ないです。中1から2年間オーストラリアに住んでいたんだって。はい、だって。あ、そうなんですね。そうですね、うん。シドニーに住んでました。ああ、いいところじゃないですか。発音いいっすね、東海岸の。ルー大島みたいな。ルール大芝ってよくないじゃん。でそこでやっぱもう英語が堪能に。いや、僕中学時代、はい、あの日本帰ってきてからつけられたあだ名が残念帰国なんですよ。残念帰国って言われて、日本人学校行ってたんで、はいはい、ほぼ日本とあんま変わらない生活だと義務教育ちゃんと受けて、紹介されるじゃないですか、黒板に名前書いて、中学でオーストラリアから来ましたっつって、うわーうわーやばーみたいな。そしたらみんなで英語できないっていう。英語の成績そんな良くなくて、でも国際教養行くぐらいですから。いや、でも後々頑張りました。後々短期留学とか何回かして、あ、短期留学ちょっと英語をやっぱ頑張りたいな。どこ行ったんですか、短期留学は。オーストラリアにもう一回行ったのと、はい、あとマレーシアとフィリピンに英語を勉強しに。なるほど、はい、国際教養大変ですからね、本当にね、あの英語は。ああ、大変でしたね。でも本当に、うん、どこ受けたんですか、2人は。ちなみに僕は政経商社学文文合法です。うわー、もう揃ってますね。もう乱れ打ちましたね。文学部だけ合格で、うわー、ギリギリで良かったですね。よかったな。え、どこ受けたんですか。僕国教だけなんですよ、学部。へえ。あと ICU とか、はいはいはい、国際系の学部がある大学を、うん、あの他の科目勉強したくなかったんで。あ、なるほどなるほど。あの英語が重要視されるところだけ重点的に行きましたね、うんうんうん。最近留学が決定しておりますね。日本語おかしいな。最近留学が決定しておりますだから、まあ留学しないとね、中央ダメですからね、はい、国際教養は。アメリカへ留学するそうです。あ、もうこれ決まったんですか。一応通って、はい、行けますよってなって、はい、準備してたんですけど、はい、YouTube、はい、めちゃめちゃ頑張りたくなって、はいはいはい、留学キャンセルしまして、でバンカラジオ頑張りたいなみたいな、はい、そしたらバンカラジオが休止。そうですね。このタイミングで一回聞いた、アメリカ留学から、うん、じゃあバンカラジオはまあじゃあこれまでだねみたいな感じで、はいはいはい、じゃあまたその日本帰ってきた時やるかやらないか問題みたいなこと話したんですけど、うん、まあ、結局行かないってなったんで、あ、じゃあそのまま続けようってなって、またさらに違う理由で、いろいろとあるわけですね。そうですね。え、休止理由言ってるんですか。いや、まあまあ言ってる。何でしたっけ、箸の持ち方が汚いとかでしょ。違う違う、それもあるんですけど。ないわ。